これ困ったな。なんでこれ。流行ってんの。むっチャンネル。皆さんこんにちは。ピアニストの武藤優希です。はい、今回も10回聴くシリーズ第5弾。今回は何の曲でしょうか。今回はですね、米津玄師さんの最新曲を聴いていただきます。 J-POP にね、疎いむっちゃんですけれども、さすがに米津さんは知ってると思うので、早速曲を発表していきます。はい、5回目となる今回の曲は死神です。不吉な感じですね。まあ米津さんといえばね、曲を出したらもう100万再生は当たり前、もう1000万再生も全然珍しくない、そんなね、日本の誇るグレートアーティストですが、今回はそんな米津さんの新曲を弾いてもらいます。頑張ります。ルールは今回も一つです。曲部分はイントロからサビの終わりまで10回聴く間に弾きこなしてください。それじゃあ行ってみよう。こういったのがお化けだよ。死神ではないね。むっチャンネル。なんじゃこれ。不思議ですね。これ僕だけなのかな、この感想って。めちゃめちゃ不思議な曲じゃない。これはあれですね、波乱の予感がしますね。すでに、うん、まあとりあえず、まあ、聞かないことには始まらない。じゃあ2回目いきましょう。あー、やっぱり不思議だな。これ僕の耳が間違ってなければなんですけど、はいはい、そのメジャーとマイナーが混在してて、おー、なんか嫌な記憶が思い出される。なんか前にもこういう曲あったよね。ベイビーな予感ですか。もう予感というか、まさにもうね。これ流行ってんの。じゃあ3回目いきましょう。3回目終了です。はい、なんか今までになんかふわふわした気分なんですけど、これ困ったな。じゃあとりあえず。今何回だっけ。今4回。あーあーあーあで、まだ半分もあるよ。そうだね、半分ポジティブに考えていこう。なんだこれマジで。折り返しシーンでございます。最初よりはね、多少はマシになってきたよね。はい、じゃあ6回目いきます。進む。A メロとか B メロがさ、ちょっとさ、字足らずでさ、次来るじゃん。あそこがね、食い気味にちょっと入ってくるよ。そう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 、ああいうのね、間違いやすいからやめてほしい。もう綺麗に8小節にしてくれたら楽なんですけど。よしよし、じゃあ弾きますか。お、弾きますか。いや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 、レッスンレッスンレッスン。ノープレイノープレイノープレイ。すごい、今さすがだなと。6回しかも。そう、短縮させてこないで。付きあらば縮めてくるじゃん。じゃあ7回目いきます。なんかでもちょっと兆しがおう、うん、見えてきた感じはあるね。でも今ね、多分6割ぐらいはね、分かってるんじゃないかな。よし、聞こうか。よし、行くぞ。8回目、終了です。死神の声が聞こえてきた。結構陽気ですね。むっチャンネル。今回ね、A メロはすごいわかるね。あ、そう。うん、 A メロはマジで最高です。 A メロは全曲最高です。全曲全曲なんか音使いが面白いね、今回。面白い、実に面白い。あれあれ。さあ、行こうか。9回目終了でございます。まあ、今回なんか顔に余裕を感じますけどね。バレた。いや、余裕があるかわかんない。でも今回はその全体像を掴むのはある程度の、多分半分6回ぐらい聞いたところである程度掴み切れて、あとは細かいところどんくらい疲労感だよね。よし、じゃあラスト聞いていこう。だんだん癖になってきた。
見ますか。うっちゃんの死神チャレンジスタート。なんかいい感じに弾いてたね。なんかお、うん、勢いで抜けた感もあります。ある程度ね、最後の方ちょっともうちょっとちゃんとやりたかったな。そのサビの後のセクションというかサビの続きなのかもしれないけど、そこもうちょっとね精度上げたかったなっていうのはあるんですけど、いやでも今回はうん成功です。ちょっと悔しいな。まあでもね、次回、うん、持ってきてる曲もう先に言っとくんですけど、え難しいと思ってこれはあれで今回ボーナスタイムみたいな感じで次難しくても前回簡単だったしっていう。そうです、アメとムチでアメだったんだ今日は。なんだろう、楽しみにしてます。ぜひ楽しみに、うん、ムチャンネル。はい、ということで今回の死神いかがだったでしょうか。ムチャンネルではピアノを使ってさまざまなことに挑戦していけたらと思っていますので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。それじゃあ、またね。シュールじゃない。大丈夫。これめちゃめちゃシュールだと。これシュールですね。